君たちは自由か。何者にも侵されず、何者にも干渉されず、何者にも監視されない、そんな自由が今のエデンに存在するか。エデンの前身である、我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼロ、そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所である。しかしそのアンダーゼロはエデン発足と同時に接収されて、情報制御を司る無人のサーバーとなり、今では世界最高レベルのセキュリティが施された単なる要害となってしまった。アンダーゼロは、我々の理想郷はエデン最古のサーバーバルハラサーバーの中、我々ハッカーに我々の理想郷を取り戻すんだ。エデンに新たな秩序をもたらすために、この監視と干渉に満ちた欺瞞だらけの自由を打破するために、我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば、目指せアンダーゼロ。いきなり何言い出すんだあいつ。アンダーゼロだって。この祭りは空論の歴史に残る大事件となりますよ。フェイ、ザクソンは何考えてんだよ。アンダーゼロに手を出すお前ら、内部分裂でごたついてたばかりのくせに。だからこそよ、今こそザクソンの実力を空論中に知らしめる必要がある。これが成功すれば、ピーピーうるさい小バエも少しは静かになりますよ。それならなおさらあそこはやめろ。このセキュリティはハッカーがどうこうできるもんじゃない。そら、アンさんがロートルのハッカーはそうだったやろうな。でも、あいにくわちらにはデジモンプログラムがある。アンさんらの時とは気概も実力も違う。そういう問題じゃねえんだって。あそこのセキュリティはおじけづいたなら参加しなけりゃええだけの話です。言ってくれるよな。一つだけ教えろ、本当に攻略だけが目的なんだ。ん？何が言いたいんや。いや、何でもない。悪い、ちょっと先に店に戻ってるわ。どないするつもりや。あの男の言うことを聞いて周りを見てみ。ユーゴの演説、俺鳥肌立っちまった。すっげえな、ハッカー総出であのアンダーゼロを落とすなんて。ここで実力を示せば一気に名も上げられるしな。クーロンや他のチームもどこもここと同じ様子よ。アンさんが一人前のハッカーなら、アンダーゼロへ挑む意義が理解できるはず。ユーゴハの言葉は、アンさんはここにも響いたはずですよ。この前置き去りにしてくれた罰だ。
Kカフェでなんかおごれよ。冗談だって。そんな落ち込まなくても。なんかあったのか？話聞くぜ。Kカフェで待ってる。なるほどな。言いにくいけどさ、リュウジってやつなんか悪どいことでもやってたんじゃないのか？そうじゃなきゃお前に話すはずだろ。言えないってことはつまりそういうことさ。なあ、もうハッカーチームなんてやめろよ。このままじゃお前まで悪事に巻き込まれる。あいつらお前の弱みにつけ込んでお前をいいように使っているだけだって。結局お前のことも信用してなかったんだ。お前に打ち明けないのは何よりの証拠だろ。そんなに落ち込むなって。なんか俺がいじめてるみたいだろ。そうだ、ここは俺がなんかおごるよ。だから元気出せって。ほら、何がいい？一番高いコーヒーって1万円以上するじゃん。払えるか。いや、でもそれでお前が元気を出すなら。俺と話したら元気が出てきた。それなら良かったけど。あのさ、実は俺、お前に。どうした？顔色変えて。 K からのメッセージ。おい、俺にも見せろよ。保坂って次のターゲットか。これ個人がデータを管理する。どうする？決まってるか。行くんだよな。だろうと思った。今度は俺を置いていくなよな。滋賀の時は何もできなかったけど、今度こそお前と一緒に戦いたい。俺なりに準備をしておいたんだぜ。お前ほどじゃなくても立派にコンピューターカウボーイなんだ俺だって。何って、お前に貸しただろ。うん。お前は人がせっかく貸したのに。まあいいや。なあ、連れて行ってくれ。俺たち親友だろ。サンキュー。それじゃあ行こうぜ。何しに来た、真田。ユーゴの演説聞いただろ。それがどうした？どうしたじゃねえよ。アンダーゼロがヤバいのは俺たちが一番よくわかってるじゃねえか。力を貸してくれリュウジ。ダチが巻き込まれそうになってんだ今。他の仲間にも声をかけてる。柔道の元メンバーにさ。ハッカーたちを止めるんだ。手を貸してくれ。お前に呼ばれて集まったのか、あいつらは。ああ、少ないけど何人かは来てくれることになった。頼む、ここでお前と千歳に来てもらえれば百人力だ。俺の立ち、ちょっとつうかかなりバカなんだけど、巻き込まれんのを黙って見てるわけにはいかねえんだよ。俺がお前に戻ってきてくれと頼んだ時、お前はどうした？やりたきゃ一人でやれ。許しちゃもらえねえってわけか。わかったよ。
お待たせ。待ったか。あ、なんだよこれ。フロアに並んでるやつ。あれ、アカウントか。それもあんなにたくさん。まさかがアカウント狩りの犯人ってのはマジみたいだな。これだけのアカウントをしまい込んでるなんて。え、お前のアカウントもあるかもしれないって。そうだな、これだけ広いんだ。どこかにお前のアカウントもあるかもしれない。なあ、こうしてると小さい頃みたいじゃないか。覚えてないか。よくやっただろ、公園とかで悪の親玉を探して走り回ってさ。お前だけだったよな。子供の頃から俺のことを他の奴らみたいにチビとか女みたいとか言わなかったってこと。俺さ、実は今の状況。そんな顔すんなって。だってさ、まるで俺たち、おっと、道が二手に長居するのは危険だし、二手に分かれようぜ。通信で連絡を取り合おう。気をつけろよ。開始だ。
んなのおかげだよ。なんとかなったね。
おいおい、もう帰っちまうのか。ハロー、侵入者くん。人のサーバーに乗り込んできておいて挨拶もなしか。礼に知らずなやつだな。そうさ、お前どうやってここのサーバーの URL を手に入れた。ここは俺の聖域なんだ。勝手に入ってもらっちゃ困るんだ。ここまで来たならいいかだろ。俺のコレクションの数々をさ、あれはみんな俺が買ってきたアカウントだ。俺は趣味でアカウントを集めている。俺は昔から人間観察が好きでね、仕事でエデンに来た時にふと思いついた。現実で人間を見るよりエデンアバターを見る方が個人の特徴がよりよく観察できるってことにね。それから暇を見つけてはいろんな類の人間のアカウントを集め始めたのさ。子供から老人、男から女、職業柄、あるいは精神の熟練度なんかも判断してね。ここはいわば人間の博物館、俺所有の美術館ってわけ。そんな顔するなよ。これでも俺は重宝されてるんだぜ。アカウントを利用して金を稼ぐやからにとっちゃ、俺ほど腕のいいハンターもそういない。飽きたアバターはそういう奴らに売ってやれば俺の懐も潤うってわけだ。そういや、その顔見覚えがあるな。ひょっとしてお前俺のコレクションだったか。
なんてアバターなのかな。そうか、思い出した。数ヶ月前に俺が買ったやつか。わざわざ自分のアカウントを取り返しに来たってのか。確かお前はただの高校生だったはずだろ。成績も地位の下、家庭階級もそこそこ、友達の数や運動神経が普通の、取り立てて何の取り柄もない。どこ、それがまさかわざわざハッカーになってまでアカウントを取り返しに来るなんてな。こりゃすごい。残念だったな。お前のアカウントはもう、あまりにも平凡だったんでね、すぐに飽きちまってさ。誰に売ったかも覚えてないな。ひょっとしたら俺とやるってのか。いいね、お前面白いよ。こうして話していたらまた改めてお前のアカウントが欲しくなってきた。また何度でも買って俺のコレクションに加えてやるよ。面白いアカウントになったじゃないか。
いっけああ、俺がやった。やってやったよ。あいつのアカウントぶっ壊してやった。アカウント破壊なんて初めてやったけど、うまくいったよな。これでようやくお前の仇が取れたよ。俺とお前でついに犯人を倒したんだ。お前の人生めちゃくちゃにしたやつだぜ。これだけやってもまだ物足りないよ。なあ、アカウントも取り返せたんだよな。もう売り払われた後だった？ってことは、俺、情報源を破壊しちゃったってこと？ごめん！俺、お前の仇を討とうとして、頭に血が上っちゃって。そうだな。俺も一緒に探すよ。なあ。さっきカフェで言いかけたこと話していいか？ここに来て分かった。やっぱりお前は俺のヒーローだ。俺、お前と一緒にエデンの最強になりたい。全てのハッカーを導くもの、ヴァンガードになりたいんだ。エデンに落ちてる古いデータファイルで見たことがあるんだ。そういうハッカーの称号があるって。それはレジェンドともギークとも違う。一人で頂点を極めるんじゃなく、多くのハッカーを導くことができるものの。でもこの称号にふさわしい奴は滅多に現れない。そのせいで称号自体が廃れてしまったらしいけど、シガやカヤバ、ホサガを見て分かっただろ。ハッカーはみんなろくな奴らじゃない。どいつもこいつも犯罪に走って、俺たちみたいな弱い奴からって。俺とお前なら真の正義のハッカーを目指せる。俺と一緒にエデンでそういうハッカーになってほしい。本当の意味で俺の相棒になってほしい。なんでだよ。今の自分はフーディーだから。まだあいつらのこと。ああ、綺麗な。これ言うの結構勇気いったんだけどな。冗談だって。ちょっと困らせたくない。これからも俺とお前が親友なのは変わりない。ならいいよ、俺は。さ、帰ろうぜ。音楽も。おや、いいのか？うるさい。いいわけないよな。本当は悔しくてたまらないはずだ。俺には聞こえるぜ。安心しろよ。お前の願いはすぐに叶うぜ。はあ、こんなところで何やってんだ俺。くっそ。
せ。これじゃミュージカルもあいつからも逃げてるみてえじゃ。でも会って何を話せばいいのか分かんねえっつーの。お前ひょっとして俺を慰めてくれてんのか。なんてな。変なこともあるもんだな。そういやお嬢のワームモンも変わってるもんな。分かったよ。少し頭を冷やしたら帰るよ。みんなのところへさ。ここちょっとした思い出があるんだ。俺とリュウジ、それに新た、3人で初めて大掛かりなハッキングに成功した日にここで柔道を作る。楽しかったよな。あの頃は柔道でバカやって、一体どこから道を間違えちまったんだか。ハッカーチームを作りたいの。お兄ちゃんを説得するの手伝。ああそういやお嬢に頼まれたのも。お嬢言えねえよ。リュウジがあんなことになってるなんて。それで私たちに黙って保坂を倒しに行っちゃったんだ。ふーん。エリカもずっと保坂のこと調べてたんだよ。だから抜け駆けされちゃったみたいで寂しいんじゃない。言わなくていいから。あと別に寂しくない。